Hey, Princeton. Hiya. おはようの挨拶が変わりました。足にスリスリします。夜中の挨拶、ジャン君は足を噛みます。そして腫れます。歩くのが困難になります。はい、足は初めてなので、手を噛まれないように防御策として指なし手袋というのを買ってきてはめていたところ、足を噛まれました。うちのママさんはなぜかジャン君に寝てる間に噛まれます。はい、あ、ダンボール、なぜ噛むのかというと、起きてのつもりだそうです。もうちょっと別の方法を取ってもらえないか今交渉中です。悪気なく噛むのでね、その悪気のないジャン君はここにいます。ジャン君なんで噛むの？あのさ、足噛まれると歩くの大変なので気をつけてね。起きてよりも足の方が大変ね。はい、噛みます。パパにはちょっと噛んでやべっと思ってやめます。それは怒るからです。青いママさんは怒らないので噛まれているんじゃないかと思います。だって寝てる時だし。ロケンパパは寝てる時に噛まれるとイエーってなるのでびっくりして二度とやらなくなります。そんなんじゃダメだよ。ちゃんと理解してね。理解してください。人間の肌は弱いんです。そして噛まれた後案外口の中の雑菌で腫れるんです。腫れますよ。熱もきますね。お願いしますよ。お願いしてよ。あっちにしよ、ジャン君。